で、ここでラストポンプだから、うんうんうん、ちょっと待って、から着替えか。まあ、それ脱ぐ大変だね、そのスパーカーとか。これちょっと大変だと思うんだよね。いや、これちょっと怖いな。怖いな。うん、ちょっとやっぱ着替え返してた方がいいね。ああ、そうか。やった方がいいね。うん。と、あ、じゃあ、石崎さん、着替えも込み込みでこの後、このコントから次のラストコントに。はい、お願いします。え、てか、村上、さっきのいけんの？何さっきの。なんか結構動くよ、走ったりとか。大丈夫？めっちゃ後半だしさ、うん、正直きついでしょ。だって俺おんぶするとか前膝パキって言ってたよ。言ってない言ってる絶対。言ってないそのさっきのさリハだけでも若干息上がってるし。上がってない。41でしょ。うん、そうだ。いい、無理なら無理で別の考えた方がいいと思うよ、マジで。いや全然いけない。童貞じゃん。は41の童貞じゃん。41歳の童貞が女役やってんじゃん。すいません、石崎さん、もうリハ大丈夫、明日中止で。いや、嘘だって。嘘だよ。もうなんかその、なんか煮詰まってる感じあったから。煮詰まってねえよ全然。だって時間あっても、ちょうど8時45分ぐらいだから、もうあそこからやってちょうどいいじゃん。むしろ、まあ、うん、でさっきのコントから今のコントは、うん、あれセットも道具も置かないから、うん、まあいいのか。うん、はい、じゃあ、まあ、やっぱ着替えだ。あ、そう、うん、じゃあ伊勢崎さん、うん、次のラストコントはい、返させてください。すいません、はい、あ、江戸さん、すいません、あの音響さっきの全然あのままで着替え返すだけなんで、あのアップしてフェードアウトして、それで、すみません、古谷さん、あのそれに合わせて徐々なんでお願いします。お願いします。ん？何？何？どうした？いけない、聞こえる？は？ね、どうした？いや、こっちで返事して。は？いいから。なんだよ、なんですぐ横にいるの？テレパシーで話しかけてるの？テレパシー？なんでテレパシーって？分かったよ。で、何？やばいか。何が？俺、テンパってる。あ、お前さ、このコントやっぱ走んのきちいとか言うなよ。いや、違う、うん、じゃあなんだよ、わざわざテレパシーで。うん、本番臭い。は？今本番臭い。本番？お前何バカなこと言ってんだよ。多分今本番。なわけねえだろ。お前さっき舞台来て台本と俺の方しか見てなかったろ。うん、俺今江藤さんと古谷さんに話しかけた時、あれ当たり前に客席見えるだろ。うん、多分だけどお客さんいた。いや何言ってんの。マジでなんでリハに客がいいんだよ。おかしいだろ。おお前今客とか絶対言うなよ。お客さんってちゃんと言えよ。なんでだよ。いいからテレパシーだけど、なんか今はお客さんって言っとけ。いや、お前も普段客っていうことあんだよ。ないよ。なんで切るんだよ。言うことあんだろ、客前じゃなきゃ客って普通に。だからまさに今その客前臭いんだよ。お前、何？閉じ込めたの？じゃあ、お前、チラーッと振り返ってみる。後ろ。あ、くれぐれも、バーって見る。なんなんだよ。客いる。あ、いや、お客さんいる。いるよな。お、いる。あ、お客さん、いる。お客さん、いる。だろ？確定だろ。え？てか、なんで？わかんねえよ。わかんねえけど、でもいるんだよ。え、ちょっと待って。何？いや、まさかだけど、一旦確認する。何？なんで？どうしたの？今、明日の今なんだけど。明日の今？は？だから、今2月25日の今。は？え、嘘でしょ？ガチで。え？ってことはやっぱ、今本番じゃん。何？待ってこれ、俺ら今、未来に来たってこと？じゃあそれって、1日後にタイムリープしてるってこと？タイムリープで1日後はしょぼいって。そう、確かに。あれだな、せっかくなら俺たちの10年後の未来と出会いたかったな。ああ、今お前のそのノリだな。いいじゃん。どうすんの。ああ、それもマジで
番だったら時間的にこれラストコントだよね。うん。そこで俺ら多分かれこれ2、3分、いやそれ以上お客さんに背中を向けつけ、しかも無言だよ。地獄じゃん。え、マジどうする、今からなんとかラストのコントやる。いやいや、さすがに無理だろそれは。まずこれ前のコントの衣装のまんまだし。いやいや、でもいや、今からピエロが自分の仕事に自信が持てなくなってハローワークに来たらってコントどうやって見せるんだよ。え、じゃあどうするの。そうだな、あ、よし、とりあえず平成予想を。え、平成予想を。このまま当たり前の顔してリハ続けよう。いや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 、いやもう一回リハの姿見せちゃってるんだから、一旦その中に身を任せた方が自然だ。じゃなきゃ受けるもんも受けないって。そうか、もうそうか、あ、じゃあ分かった。何食わぬ顔で普通にしたらいいんだな。そう、お笑いっていうのはお客さんが安心した気持ちでいることからスタートだ。 OK、 余計な不安は排除するってことね。そう、よし、もうどうぞ。分かった。いや、リハで背中見せる時間長っ。スタッフさんお前不安になるよ。お前、いや、お前も長かったぞ。てか何がだよ。おい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 、音響の江藤さんもテンパっちゃってる。変なこと、変な音だったぞ。江藤さんもこのタイミングで今リハじゃなくていきなり本番になったって気づいちゃったんだよ。お前この音、江藤さんテンパり続けてるよ。関係ねえもん今この音。それもこれも俺の様子がおかしいからね。すいません、江藤さん。とりあえずコントに戻るぞ。分かった。まず平成を予想で。うん、分かった。休憩にする？ああ、そうなの、確かに、うん、ちょっと何も買ってこ。ああ、ありがとう、うん、ああ、すいません、あの、今日あの夜遅くまでリハ、すいません、ありがとうございます。改めて明日本番よろしくお願いします。いけた。2000円札しかなかった。そんなやつ今いねえだろ。まあとりあえず踊ろうか。おいおいおい、照明の古谷さんもテンパってミラーボール回しちゃってるよ。今これどういうコントとしてお客さんの目に映ってる。わかんない。俺がお前に一つだけ言うことがあったとしたら、その時は言おうって思うけど。なんだよ。ナイスブギー。なんだ俺、お前。いやでも最高だったろ。いやリハでやることじゃねえだろお前。いや、まあ、確かにね、うん、よし、リハの続きやろ。いや、うん、じゃあ、あの石崎さん、あのさっき言った通りで、あの前のコントの途中のところからでいいんで、それでラストコントをつなげましょう。おお、あ、まだ大丈夫。こけちゃいました。やっぱあれだな、41の童貞にこの女性役がきついな。で、だから言っただろお前。よし、じゃあこれで終わりにしよう。ええ、これで終わんの。客、あ、すいません、お客さん。すいません、今日これで終わります。あの、夏に担当があるんで、またごきげんよう。いや、さすがに無理あんじゃねえかな。